17列車の墓っていうのは、これ、先ほどの見どころでいきますと、山頂付近にあるんですね。17列車。まあ、名前からして17列車というのが見て、うん、なんだろうという感じは、出てくるんですけども、17列車。この17列車っていうのは、基本的にはこの浜栗御門の変の関係者ですね。浜栗御門の関係者で、この牧康臣らを中心とした人物、彼らが17列士と言われる人物であって、まあ、もともとは8月18日の政変で、三条実臣らと、長州藩、彼らは攘夷新政派といって、まあ、強硬派だね。彼らは京都追放されたことに話が始まると。長州藩の連中は松平容保の排除を要求して、市街戦に入ってしまったと。これがいわゆる浜栗御門の変です。牧康臣という急進派と、それからこういった人らの慎重派があったんですけども、長州藩はこの牧康臣の急進派、つまり容保を排除して、孝明天皇に直接要求しようと、容保の排除を要求して、攘夷を、申請、つまり孝明天皇が最先頭に立って、攘夷を行うべきだという議論が牧康臣。それで草賀源瑞、高杉晋作、桂小五郎は、いやいや、そんな無茶なことやったら、天皇も困らはるやろうと。ところが、池田屋事件で、長州藩士が新選組に殺されるという有名な事件ですけども、この池田屋事件で、新発論、いわゆるこの、突っ込めという方に、反論が傾きます。その結果、牧、それから草賀、彼らが山崎天皇座に兵を集めていきます。他、長州藩は天龍寺、それから伏見の、長州藩屋敷、こういったところに、集まって、兵を集めて、いざ、いざ御所に、突入して、孔明天皇を擁立して、一気に、倒幕、攘夷を実行しようとしたんですが、それに対して、攘夷新政派の有栖川宮などの皇族などがやってきて、孔明天皇に対して、長州藩を味方するように迫るんですけども、孔明天皇は断固として、長州藩の総統を命じます。孔明天皇によってはしご外れた形になった、長州藩は、会津、桑名、薩摩藩と、浜栗御門で戦いになります。退却時に長州藩は、自分の屋敷らを焼き、会津、桑名、薩摩藩は、この長州藩が隠れてると、おぼしき施設を焼いたために京都市街が一条から七条にかけて大規模に、焼失するという応仁の乱よりも、むしろ、被災、罹災した、面積が広いんじゃないかと、も言われています。いわゆるどんどん焼けというふうに言われていて、まあ大体京都の昔の人が、この前の戦争で焼けたんは、つうのは応仁の乱か、この浜栗御門の変つうのはそういうことに由来しています。退却した、草賀源瑞は代理で、高司邸に突入して、そこで死ね、進出するわけですけども、逃げ延びた牧康臣らは、天皇座に立てこもって、会津藩、それから、新選組と交戦後に、17人で、部下たちを逃がして、死亡した17人で、自害、します。これが17列士の、墓であって、その17列士、この浜栗御門の変の首謀者である17人が自害した、場所。これが、17列士の墓があるところです。で、そこのところに現在17列士の墓っていうのが置かれていて、じゃあこの牧康臣どういう人物なのかということですけども、調べてみると、久留米の水天宮の神職、だから久留米のやつが勝手に長所を引き回しとったということになります。もともと久留米の人間です。水戸で藍沢正司祭の、門下に入って、そこでいわゆる水戸学の研究を行い、いわゆる尊王思想、攘夷思想を、身につけていくと。まあ、水戸学、水戸、家の、まあ、徳川、水戸家のあれですけども、尊王、これはもともとは、いわゆる、定信の体制委任論に、つながる形で、その体制通の江戸幕府が天皇から任せられていると。もともとは、江戸幕府の権威を上げるためのもんではあるんですけども、それがずれてくるにつれて、尊王、倒幕の方に走っていたという感じですね。江戸で、国学者の、立花守部、あるいは安井側権、こういった人らと、交友して、
で、さらに彼は孝明天皇の、即位大礼の際を参列する機会を得て尊王思想を強化させていきます。だからまあ皮肉なもんであって脇屋装備が尊王思想に、傾倒していくのは孝明天皇がきっかけなんですけども、最後は孝明天皇の命令で、撃たれちゃうという気の毒というか、死後死毒というか、そういう感じです。よくありがちなんですけども、彼は久留米藩の藩政改革を建白した結果、10年間、優秀閉門喫居を命ぜられて10年間親族のところで優秀生活を送ることになります。この10年間の優秀が解けた後、薩摩に下っていって、大久保利通と、つるみます。で、脇屋装備はこの大久保利通をうまく、彼は亡くなった時57歳ですから、この頃はもうすでに50を超えてて、いわゆるどっちかというと大久保利通みたいな若い人間に対して、尊王思想をこう教える、先生みたいなもんですね。島津久光の上洛を成功させます。まあ、脇屋装備の、考えとしては、この島津久光を上洛させて、この島津久光を一種の旗印として尊王討伐をこう、まあ、目指していこうというのも、島津久光は基本的には、彼は公武合体論であったために、この島津久光を尊王討伐論にの、旗印のちょっと無理があったと。で、寺田大事件が起こります。久光によって、尊王派の薩摩藩士が排除されるという形であって、これによって、薩摩藩は公武合体論に、傾いていきます。牧屋曽美は、久留米藩に送られて、そこで幽閉されます。それ以降、彼は尊王討伐を実現してくれそうな長州藩に接近していって、長州藩のブレーンとして、活躍します。で、長州藩に対して、孝明天皇による攘夷新政を、まあ、解き、だから結局、孝明天皇、いわゆる新政論、説いたのはこの牧屋曽美であると。まあ牧屋曽美の弁舌に、釣られて、長州藩の反論になるんですけども、8月18の政変で孝明天皇が、攘夷新政を説く七卿らを、追放して、まあ牧屋曽美も、長州に、まあ京都から長州に行きます。その後再び、京都前戻ってきて蛤蜘蛛の変を引き起こすんですけども、結局、まあ、自害すると。でも、絶対、まあ、長州藩にしてみれば迷惑なやつだったとしか言いようがないんですが、これ、17列子の墓として、昔は、流行ったんやろうなと、今はなんか錆びれ、今はどうかわかりませんけども、私は子供の頃は、古ぼけた墓。だから、まあ、昔は、丁寧にされてたんだろうけど、今はなんかあんまり見る人もいないな、という感じだったんですけども、まあ、どういうことか、どうも、こういうことですね。彼は、楠木正成を、崇拝していて、こういったものの神格化に随分、正成のような勤王の、連中の神格化といったものを、まあ、進めていた人物であると。で、例えば港川神社とか、あるいは昇魂社、ここから派生して五国神社、あるいは靖国神社、こういう、国に忠義を尽くした人々を、神として祀っていくという、そういう考え方ですね。そういう、門の見方につながっていくと。まあ、いわゆる神風とか神国とかそういったものに、つながっていくような、そういう人物でもあったようであって、それゆえに、まあ、明治政府の下では、非常に、まさにこの明治維新を作った勤王の志士という、そういう形をしています。ちなみに、彼は、泉の神というのだったんで、牧康臣というよりは牧泉というふうに、言われることが多いですね。いう十七列子の墓というのは、その牧屋曽美の、検証の、施設であったということです。牧泉ってこう高校の日本史に出てくるんかと思ったら出てきません。この山川の用語集では一なので一冊だけ書いてる教科書があるんですね。なんでしょうね。あ、確かに牧泉で出てきますね。あ、はいはい、牧屋曽美ではなくて一ですから、よっぽど変わった教科書ですね、これ。花模様では、ゲストに名前が出てこないのかな、これ。一応大事な人間なんだが、草加玄瑞と行動を共にするわけだから、東出昌大さんと演じる。この牧泉が結構影響を与えてるんですね。みたいですね。久留米藩って誰ですか、大名は。有馬。ああ、なるほど。
この幕末のとこを勉強するときに、この孝明天皇という思想がね、この人の思想が最初分からへんかって、この人上位やのに尊王撃破が嫌いなんですね。ですね、うん、そのねポジションがね分かるまでね、なかなか幕末とかよく分からへんかって、ね、この孝明天皇が上位なんだけど尊王の志士は嫌いなんやと。結局自分が旗印になるのは嫌だということでしょうね。自分が直接こう担げられるのは、この人基本的に幕府の力で上位をやってほしいと、うん、というか公務合体論に近いんでしょうね。あ、そう、公務合体論なんです。うん、体制派なんですこの人。ですよね、体制派で、で上位なんです。そこがね、尊王上位じゃないんですね。彼自身は尊王論じゃないですよね、そういう意味では。あの尊王上位を振り回す獅子は嫌いなんです。うん、だけどこの人、大名たちからめちゃめちゃ言われてたらしいですね、孝明天皇。一橋慶喜も島津久光もみんなね、うん、松田春嶽も。できるわけないやんか、って考えて、アヘン戦争に勝った外国と幕府が戦おうってなんで勝てるんや、って。そこも、そこが聞くあれなんでしょうね、難しい、つうか、慶喜とか久光とか春嶽からすれば何考えてんだというか、うん、こいつどないしたろうみたいな。当時の天皇ってなんか女官に育てられるんですか？そうですね、うん、だからその世界の情勢とかね、軍事情勢とかね、そんな知識ないんや。ないですよね。ないでしょうね、そら。だから幕府 の大名たちみんなリアリストだから、何言うとんやと。まあ彼らは軍人ですからね、今は。そう、軍人ですからね。うん、で軍人って戦って負けるとまずいらしいですね。うん、武漢の政府が戦って負けたらもうアイデンティティを喪失するから、うん、戦う以上は負けてはならないんだ、勝てない以上は戦いを避けるしかないんだ。その辺か考えると日本の軍隊ってリアリズムがゼロですね。あ、そう、明治以降なんで急にリアリズムなくなるんでしょうねと思って。いや、江戸の大名ってみんな偉いリアリズムやな思ってね。そうですよね、うん、松平春嶽もこの長州藩だけですよリアリズムでないのは、うん、薩摩藩もリアリズムやし、結局長州藩が力を持つからかな。長州藩がね、よう分からへんってね、長州藩何か分からんかというと、藩主何やってたんやというのがね、そもそも藩主誰なんやと。毛利高近創成功。創成功で朝廷と一緒で強い方につくという人らしくって、うん、だから反論がなんかあっちにいっちゃうと創成という形で。でこう上位派じゃない開口派がいたんですね。あ、名前忘れた、誰だったっけ、がいたんですよね。安藤信政か。あ、探したもんが、探したもんがで変でやられちゃった。はいはいはい。で、毛利高近とその人が会いに行ったと。ああ。それで、えらい意気投合して、やろうって言ったら、探したもんがの変で、安藤さんが、失脚しちゃって、その後その人が責任取らされて自害して、でその後も長州藩は過激派の方に行っちゃうんや。ああ、誰だったかな、なんとか歌って人、長井歌。あ、そう、長井、そう、長井歌がいた時は長州藩は常識的な路線を取って、ああ、はい、長井歌が切腹させられてからは過激派が実権握って、うん、みたいですね、うん、あ、なるほどと。なるほど、長州藩このこと変わるんですよね、その長い歌が実権握るか、うん、反長い派が実権握るかで。やっと分かりました。で、その中で孝明天皇という人が上位で幕府と組みたいと、一応征夷大将軍ですから、それで。うん、
志士たちがね、天皇に会ってね、話聞いてもらえば分かるって言うけどね、うん、小平天皇だったら大嫌いなんだもん、そういう人たち。そう、分からないわけですよね。226ですね。一緒やなと。天皇に会ったら、自分たちの気持ちは分かってもらえるって言ったら、天皇が、お前らあいつらはやっつけろとか言ったんでしょ、うん、うん。あれと一緒やなと。まさに226だな。あ、そうですよね。うん。で、この孝明天皇のキャラクターが分かって、から、幕府の大名たちがごっつリアルやってことが分かって、長い歌という人がいたってことが分かって、なあ、これで幕末の政治の論理が分かりました。うん。この巻泉ですけどね。はい。これ、久留米藩の浪人でしょ、結局。結局浪人ですね。ようこんなんし、上司に潜り込めましたね。ほんと。どうやって潜り込んだんだろう、これ。その辺ちょっと分からない。もっと調べないと分からない、分かんないやろうけども。誰が引っ張り込んだん。そうですね。誰がこいつ引っ張り込んだんはと。しかもこれかなり過激な方でしょ。めちゃめちゃ過激ですよね。うん。ほんと分かんないですね。誰なんでしょうね。彼が参加するのって、だいたい割合新しいから、誰なんだろう、これで見てもよくわからないですよね。で、これ最終的にその山崎に立てこもって、うん、戦ったわけではない、自害したということは、もうそこでその一戦交えたというわけでもないんですね。まあ、順番に立てこもっただけだから、最後、なんか爆死したみたいですね、自陣じゃなくて。でまあ、今日はその山崎というところが大変な拠点なんやと、うん、いうことは分かりました。で今この辺で一番大きいのは利休八幡宮なんですか。この辺はそうですね、神社では利休八幡宮ですかね。あとそんないわゆる、まあ、利休八幡宮もただで入れる小さな神社ですけど、あまりそういうあの寺院は、まあ、やっぱり利休八幡宮かな。そんな大きな神社ではないんですか。ないです。あの別にあの何か訪問通関とかってそういう感じでもないです。結構小規模な神社です、現在は。